はい、本日はですね、こちらノースフェイスのビーフリージャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、先日買ったねジャケットになってるんですけども、皆さんの言いたいことがわかります。いろんなノースフェイスのこんな薄い夏場に着るジャケットたくさん買ってるけども、これ今回もあんまりさほど違いないんでしょと、そんなもう紹介せんでいいからと思ったらそこなんだった。残念ながら違います。今回はガラッと違う仕様になっておりますので、そんなお話をさせていただこうということで、本日の流れとしてはですね、まずは着用していきます。でサイズがですね、こちら L サイズで着用しますので、その様子を見ていただいて、そしてその次にですね、特徴、これはこのジャケットじゃないとないですよっていう特徴をお話しさせてもらって、そして次に価格でデメリットです、おすすめの人、この順番で、ね、いきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、最初にまずは着用していきたいなと思います。はい、とまあこんな感じでややゆったりめですかね。 L サイズでちょっとややゆったりめなサイズ感になっておりまして、ちょっとねポケットの位置とかが特徴的なんですよ。普通ってポケットってこう入れるのが相場じゃないですか。じゃなくてこうね前上がりのポケットなんですよ。だからこう入れるような感じになってて、こう上からね入れるような形になってるんですよ。なのでこうジップをピュッて開けます。でこっからピュッて入れるぐらいなので、まあ、こういったスマホとかはね、全然入るかなと思うんですけども、財布とかはね長財布はさすがに入らへんと思います。こうちっちゃめの財布とかやってたら全然これもねポンって入ったりはすると思うんですけども、そういったポケットが両サイドにねこちらありますね。でまあ黒やからあんま分かりづらいかもしれないんですけども、こういうタイプのポケットはあまり見ないので、そんなことで、手首のところこれも見てください。ちゃんとゴムも入ってるから、ちゃんとリブこうやって締めてくれるのもそうなんやけども、サイズのね調節もできるということで、これをポチンってやったりできるんですが、なんでこんなことがあるのというと、特徴のとこでもお話はするんですけども、まあそういったねちょっと仕様がありますよと。だからいつもと若干違うようなテイストになってるんじゃないですかっていうようなね形になってます。ではですね、特徴いきたいなと思いますが、他の似たようなジャケットもねちょっと一回着てみますね。はい、ちょっとね違うやつも着てみました。やっぱ着てみると全然違いますよね。マウンテンソフトシェルフーディーやったかなっていう名前やったような気がするんですけど、これはどっちかというとスポーツとかに向いてるようなストレッチ性がめっちゃ効いてるタイプで、他にはこれがスワローテールシャツって言って、対してこっちはスポーツっていうよりかはこうじっとしてる時に着るようなジャケットやから防風なんですよね。ただその代わりのストレッチ性は全くないです。だから動いたりするのはこれは向いてないっていうジャケットなんですが、じゃあ今回の B フリージャケットはどんなジャケットなんですかというとですね、これは僕初めてノースフェイスで見たんですけども、ウィズリリーフが採用されてるということなんですね。ウィズリリーフ、お聞き覚えのない方もねいらっしゃるかなと思うんですけども、これ何かと申しますとですね、虫除けの生地なんですね。でこれまあ東レイっていう、まあ、ノースフェイスじゃなくて日本の会社が開発したテキスタイルの生地なんですけど、こうアウトドアとかしててこう虫が寄ってくるのって、いくらこうなんかあの蚊取り線香やっててもね来る時あるでしょ。でそういうのが嫌な方とかはこれをパッて羽織っておけば、虫がそもそも寄りつきにくい生地が採用されてると。これ多分最近開発されたと思うんですよね。そんな昔からあった生地じゃないので、最近どころかもう直近で出てたぐらいの生地だと思うんですけど、こういった新しい新素材が使われております。でこのウィズリリーフに関してはね、僕もあんまりちょっとよく分かってないんで、これから着用とかしていってほんまにこれ虫寄ってこないのかっていうのをねやってみたいなと思うんですけど、こう最近アウトドアがね注目されてるから出てきたね生地かなと思うんですけど、まず虫を寄せ付けづらいというところが特徴の一つ目で、次の特徴としてはですね、それでいて通気性がいいんですよ。だから着てるんやけどもちゃんと風も通してくれるって、さっきの紹介したジャケットちゃいましたね、風を守るんやっていうジャケットなんやけども、これに関しては風を通すジャケット。だからイメージとしてはこう部屋にいてますでしょ。で部屋にいてたりしたらこう網戸にしてる状態だから、一応ガードはしてる、虫とか入ってこないようにガードはしてるんだけども、風は入ってくるという網戸状態っていうふうに思っていただければ分かりやすいと思うんですけど、そういったね B フリージャケットということになってます。こんなことをノースフェイスの店員さんが言うことやねんけども、僕が別に言う必要じゃないんですけども、まあ、こうやって皆さん見ていただいてね、僕は自腹で買っておりますから忖度なく、お伝えはしていくんですけども、まあそういったことでこう虫も寄せ付けへんし、さらに通気性もねいいですよというような記事が採用されてるということですね。ただこうやって見てもらったら分かる通り結構薄いでしょ。あ、確かに通気性良さそうやなと、後ろの白 T 映ってるなっていう感じでね。だから僕なんかねこう見えてねめちゃくちゃ虫嫌いなんですよね。ゴキブリとかバッタとかもそんなも触られへんし、近づいてきたら逃げるんですよ。そういった方なんかねこれ着とくと虫からね守ってくれるんじゃないかなと思います。で次ね、価格いきたいなと思うんですけど、値段がいくらいかというとですね、17,000円の消費税で18,700円ということで、さっき言ったねこのボタンのとこなんでボタンなんて言ったら、あの虫とか入ってこないように多分きっちりこうやって締めるんやと思います。せっかく生地から入ってこへんのに、この隙間から入ってきた意味ないじゃないですか。だからこういうのを守るためのこういうね工夫がねされてるんやとは思います。ただ対してねデメリットとしてね、何がデメリットなんかということで言いますと、はっきり言うと暑いし寒いんですよ。だから機能性っていうのはそんなにないんですよね。だって普通に考えたら暴風とかにこう守ってくれるのは寒いじゃないですか。風って通ってきて寒いなってなってくるし、じゃあかといって着てて涼しいかって言われたら、いやいや涼しいんやったら脱いどけって話じゃないですか。って考えた時に、着たことによって快適になるかとどうかって言われたら、ちょっとそれは話が別というかね、これに関しては次のおすすめの
人でもいいんですけど、完全アウトドアとか外で着ることを特化してますので、そういう意味では着る人がちょっと限定されてるというか、みんながみんなにおすすめするものじゃなくて、もうアウトドアに特化してる人なんかにはもう抜群に合わせやすいし使いやすいんやけど、街中で着るとなってくると、なんか肌寒いなと思ってこれ着てたらビュービュー風通してくるし、なんか暑いなと思ったらこれもういらんやんけってこうやって脱いじゃうから、街中で使うんやったらやっぱりこうやってスワローとかで完全にスワローテールとかで風守ってあげて肌寒い時に着るっていうのももちろんそうやし、まあ、マウンテンソフトシェルはまあ変わらないような気がするんやけども、まあでもね、あの次のおすすめ人で言うのは何かというと、ほんまにアウトドアとかそういう機能特化してるんですよ。で、その虫よけやから、虫系 YouTuber やからやろうって思われてるかもしれないですけど、それだけじゃなくてですね、伸びるんですよ。だからこう外とかで着てる時ってこう活動してるじゃないですか。でキャンプとかもね、焚き火台とかこういうの重いのがよっこいしょって持ったりとかしたりしても全然生地が破れたりする心配もないし、僕前ここで引っかかってね、あの生地破れました言うてたけども、こういうのやったら伸びるからあんまり破れたりしないんですよ。だからほんまにこれはね、着た状態でこう動いたりとか活動的にする人とかで外で着る時にはめちゃくちゃ重宝すると思うので、やっぱりアウトドアしてはる方とかね、そのアクティブなスポーツする方とかで、でまあ虫がいてる環境ってなったらキャンプしかないやないかと、それキャンプやないかいってなってくるんですけど、まあそことかでは使えるんじゃないかっていうところが、まあおすすめの人になってるかなと思います。で今回ね、あの東洋レイオンっていう会社がね作ったね、この虫除けの生地っていうのが多分今後もね、ノースフェイス以外でも出てくると思います。これはまあ日本の東洋レイオンっていう会社なんで、それがねバーっといろいろ出てくるとは思うんですけども、だこれから注目するね生地が出てきたんじゃないかなということでね、今回は今までとちょっと違う、見た目はほぼ変わらへんねんけども、実は用途がね若干違うんですよというね紹介をさせていただきました。こんだけ、あ、なるほどなと、タクゾそういう風に分けられてるんやなって教えてくれてありがとうと思っていただいてもですね、ノースフェイスさんからは1円もいただいておりません。それはもう胸を張っていますし、なんで1円もいただけないのかというところがですね、今後動画でまた言っていこうかなと思いますので、まあタクゾが未熟やからでとかね、いやもっとチャンネル登録者数いるでとかって思っていただいてるかもしれないですけど、おそらく今後続けていってもずっと案件は来ないとは思うんですけどもね、まあそういった理由もまたどっかで動画作りたいなということで、本日はですね、Bフリージャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。